里打てる秋の二分落ち、ロッカーで座ってたからだった。今年は、みんなで、という言葉模様を使った、佐藤を一度二分落としたけど、あれは打つ単が理由じゃない。先発を外した6月25日の DeNA の試合中、ロッカーで座っとったんよ。これはあかんと思うて、26日に抹消した。これは抹消されるやろ、ベンチにいなかったんやろ。ちょっと打てないからって落とすなと叩かれまくってた模様。大山は絶対そんなことしないのにな。ロッカーで座ってただけなんかなんかやってたんじゃね。能見さんならロッカー入って覚醒してたのに。立浪さんでもそんなことしないぞ。よくこんな昭和脳で優勝できたな。完全に意識のあれやろ。試合中に持ち意もなく後ろに引っ込んでんなら懲罰も仕方ない。代わりに出てくるのが鍋漁とか敗退行為やし、試合前の守備走塁練習にも出てこなかったって別の記事に出てたぞ。あと交流戦の移動で遅刻しまくってたらしいやん。ソースは知らん。こういうの大事なんやな。復帰してから調子上がるし、わけわからんことしてなかったら矢野先生優勝できてたんちゃうか。ロッカーの中で座ってたってマジ優勝コメントでも佐藤輝別にいなくてもいいみたいな感じやったし、厳しくしとるよな。まあ厳しくしないと緩むタイプっぽくはあるけど、ロッカーに座ってたのは理由の一つに過ぎなくて、他に何か理由ありそうよな。ご視聴ありがとうございました。